はい、こんにちは、文具王です、えー。今日のですね、文具王の行ってきたは、えー、ですね、中野にある文具雑貨屋の旅屋さんです。はい。えー、っとですね、なんかこんな感じなんですけれども、中野の駅からですね、まあ JR のですね、中央線中野の駅から、えー、っと、12分ぐらい、徒歩で12分ぐらいのところにあります、えー、旅屋さんっていうところに行ってきました。 ちょうど近くにですね、あのー、あの、木立くんが住んでてですね、一緒に、ま、ああの、ジャムの打ち合わせをちょっとしてたんですけれども、近くでやってたので、えー、まあ、そのついでにという感じで、えー、寄ってきました。久しぶりですね。もう、あのー、中野の方に行くのは本当に久しぶりだったので、えー、いつぶりでしょうかという感じなんですけれども、あのー、ま、あ毎度毎度行くとですね、新しい発見のあるお店ではありますという感じです。 でまあ、あのこの旅屋っていうのがですね、この名前の通りですね、旅をテーマにしている、まあ、文房具と雑貨のお店ということでですね、えっ、ー、と、まあ入ってみるとですね、なかなかちょっとあの雰囲気のある感じでですね、商品の品揃えもちょっと変わっていたりします。えっ、ー、とですね、中に入るとどんな感じかというとですね、えっ、ー、と、ほいほい。 こんな感じですね。はい。こんな感じです。よいしょ。はい。えーと、店内こんな感じになってまして、えっ、ー、と、本当にね、そんなに広いお店ではないんですけれども、結構ギュッと詰まった感じでですね、えー、文房具の、えー、と、あとは、まあ一部雑貨なんですけれども、必ずですね、まあちょっと旅に引っ掛けたようなものがあって、楽しい感じですね。なんかね、こういう。 インテリア。まあ、こういうところもね、見るとですね、えー、こう地球儀があって見たりとかですね、えー、ま、海外を意識するようなものもあったりするんですけれども、えー、中にはですね、まあ、こんな感じになっていて、よいしょ、キュキュキュと、はい。えー、まあですね、えー、壁には世界地図がかかっていたりとか、ね、いろんな、えー、こんな感じのですね、ちょっとおしゃれ雑貨っぽい感じでもあるんですけれども、 見ていくと結構面白いのは、えっ、ー、とですね、どの辺から行くといいかなよいしょ。はい。えーと、まあ、旅をテーマにしているので、えっ、ー、と、よいしょ。例えば、あしこんな感じかなすいませんね。いろんなものがバタバタしてる感じなんですけれども、 えー、中棚こんな感じになってるんですけれども、例えば、えー、この辺ですね、こう、これあの、ブルートレインの、あれですよね、えー、まあ、エンブレムが、えー、ベースになっていたりとか、まあ、ちょっと鉄道柄のモチーフの、えー、ペンケースとか、あと、まあこの辺カードとかですよね、えー、ポストカード系のものだったりしますし、えー、この辺はですね、これ新幹線の形のですね、 うんと、メモかなになっていたりします。そんなものがあってみたりとか、あとね、マスキングテープなんかもちょっとですね、こう、ちょっと変わっていて、こんな感じですね。よいしょ、よいしょ,いしょ、この辺まで行けかなはい。えーと、マスキングテープとかはですね、えー、よく見るとこれもですね、ちょっと、えっ、ー、と、例えばこの辺は鉄道関係ですよね、になっていたりとかしてますね。 これも鉄道だね。あと、ここら辺、世界地図だったりとか、やっぱこの旅をテーマにしたものが多いですね。この、あと、こっちの方に行くと、この辺はあれですね、えー、国旗であったりとか、なってます。あと、ま、文房具柄で万年筆のペン先だったり、この辺はね、オリジナルの、旅はオリジナルのマスキングテープですね。ちょっとね、オリジナルの、えっ、ー、と、柄で、まあ、ちょっと旅の、 テーマになってるんですけどこれもね、いろんなものに展開してるので、これちょっと後で見れればと思います。という感じです。あと、この辺にもですね、海外から入ってきた、まあちょっと文房具のネタが使われている、えー、マスキングテープとかがあったりしますよという感じですね。そんな感じ。ここら辺もそうですね。ほら。あのー、まあこの辺ですね。 鉄道柄。もうこの辺もそうですね。ポチ袋系も、えー、列車になっていたりとかしますね。うん、うん。って感じです。手ぬぐいとかですね。なので結構、まあ、こういう系好きな人にはいいかなと思います。あと、こっちはですね、ノートのコーナーなんですけれども、えーと、ここら辺はですね、これね、あの、ここに書いてあるかなえっ、ー、と、切符で作ったノートということで、これあの、 まあもう今はね、使われなくなってますけれども、あの、まあ切符あんまり、切符で乗る人も、で、しかもその切符もですね、昔の切符ですね、ハサミを入れてた時代の切符の、えものなんですけれども、えまあ、そういうですね、ちょっと硬い紙でね、ハサミでここにね、パチンって入れて使っていた、まああの、まだ硬くて分厚かった頃の、あの、切符の、 えー、紙で作っているノートということで、表紙がね、あの、その紙でできてるんで、かなりしっかりした表紙になっていますということですね。えー、まあ、紙は本当に普通に、えー、まあ、機器性の高い専用紙を使ってますということなんですけども、創業以来100年にわたって切符の印刷技術を継承してきた老舗山口証券印刷が切符の良さを 様々な形で伝えていきたい。そんな思いで立ち上げたブランドがクンペルです。ということで、まあこのクンペルっていうのが、そのですね、えー、まあ、え切、ー、符の印刷をやっていたところがですね、その技術を使って作っているものですよということですね。で、まあシリアルナンバーが入っているということで、まあ、それぞれですね、すべて違う番号が入っているようですね。ということで、まあこんなものがあってみたりとかですね。 なかなか面白いですよ。こんな、こんな感じですね。これさっきのところですけれども、あとは、まあ、鉄道の行き先表示板の、えー、形のスタンプであったりとか、ね、こんな感じでですね、なんかこういうものがすごく多いです。で、さっきあった、あの、オリジナルの、えっ、ー、と、マスキングテープなんですけど、マスキングテープだけじゃなくて、オリジナル結構いろいろやってまして、ここはですね、 えっと、真ん中にタワーがあるんですけど、そこにですね、入っている、ここら辺ですね。えっ、ー、と、ステッカーなんですけども、このステッカーの柄が全部ですね、えっ、ー、と、オリジナルの柄になってますよ、ということで、いろんな柄があります。どれもやっぱり旅行と文房具みたいなことがですね、ちょっと関わっている感じなんですけれども、えー、ちょっと面白い感じになってまして、えーとですね、私もちょっと今回は、 ええと、このステッカー買ってきましたよ、ということで。オリジナル、えー、ステッカーっていうことなんですけども、これね、あのー、ドイツ語で書いてあるんで、んって言って、なん、なんて書いてあるんだろうと思ったら、裏のところにですね、一応翻訳が書いてあります。旅ビ旅ステッカー。ね。忘れ物ありませんかっていうね。えー、こうね。まあ、私が一番気をつけなきゃいけないやつですね。ということでですね、これはあの、旅の時に持っていく、えー、ノートに、 貼ろうかなと思ってですね、えー、買ってきましたよということで今度ここに貼ろうと思ってますという感じですね。あの旅行の時のノート、これもあのちょっとですね今度、えー、紹介次の動画で紹介しようと思ってるんですけども、まあ、そんな感じで、えー、まあ、旅に行ったらねこういうステッカーをですねこのカバンとかに貼ったりする用のステッカーとしてですねいろいろあるんですけど僕的にはですねこのですね忘れ物ありませんかっていうね僕には、えー、非常に うってなる、えー、ステッカーだったりします。こんなのがあってみたり。あとですね、この隣側ですね。隣側がまた面白くてですね、これはですね、全国の白地図、えー、ポストカードですね、になってます。はい。えっ、ー、と、県別になっていて、それぞれの県のですね、えー、と白地図になっているので、ここを多分行ったところとかに、 え、リグリって丸をしていってとかですね。そんな使い方もできるのかなと。どこ行ったとかいうのが分かるようになってるのかなという感じになってます。なんで、ま、高知とかですね。え、ま、愛媛、香川ってありますね。香川県なんかも。こうやってやってですね、うどん屋をプロットしていくとかですね。え、そんなこともできるのかななんて思ったりしますよ。ということで。まあ 行く先に持っていくでもいいし、ここから来ましたよっていう感じでもいいのかなと思いますが、いろんな使い方ができる。えー、これはですね、えー、その、えー、各県別の、えー、白地図、えー、カレンダーがあってみたりとか、カレンダーじゃないや、ポストカードがあってみたりとかしています。 あの、本当にね、オリジナルすごく多くって、これは違うのかなと思いますけど、さっきのステッカーもオリジナルだし、マスキングテープもそうだし、あとこの辺ですね、あの、この辺もオリジナルです。えっ、ー、と、スタンプブックですね、の類であったりとかも、表紙の部分がね、かっこいいデザインなんですけど、これも全部オリジナルです。で、こっち側にある封筒とかもオリジナルなんですけども、このね、 あの、おじさんいるじゃないですか。これおじさんが、あの、店主のおじさんなんですね。ということでですね。まあ、ここら辺がですね。えー、まあ、旅屋としては、そこら辺なんですけども、この店主のおじさんいろんなところに出てくるんですけど、えっ、ー、とですね。あの、そうそう、入り口のところにあった看板ですよね。これが、まあ、オーナーなんですよね。 女のおじさんがこんな、こんな感じなんですね。ということで、えっと、このおじさんモチーフのものが結構いっぱいあるんですけれども、えー、毎回ですね、えっと、これは何周年 ?3 周年からやってんのかななんかね、あの、周年になるとですね、こういうですね、えー、これはあの、測量野鳥とかを作ったりもしてるみたいで、これはですね、周年記念の時に買い物に行くと、 ええー、まあなんか変えたりもらえたりするのかなみたいな感じの限定品として、こんなものがあったりしますよ。ということですね。で、まあなので、まあそんなんでオリジナルグッズがねで、すごい多くて、さっきの、えー、この辺のですね、えー、この辺ね、えー、のものもそうなんですけど、あとね、封筒とかノートとかいろいろあって、この辺もそうですね、こっち側ですね、この、えー、左側にある、ここら辺のですね、お手紙を書く用の えー、セットですね。一筆線とかレターパッドとか、この辺もですね、<う>えー、オリジナルということで、オリジナルすげえ多い。あとね、結構ね、この辺もあれですね、ブラックウィングの鉛筆、あの、後ろの消しゴムがちょっと特徴的な平たい消しゴムがついてるブラックウィングっていうけ鉛筆があるんですけど、これ鉛筆としても非常に、あのー、まあちょっとね、好きな人は大好きな感じなんですけど、この黒いやつなんか人気ですけれども、 これのですね、キャップっての、ちょっと僕知らなくて初めて見ましたね。えー、ブラックウィング用のキャップですけど、普通の鉛筆にもつけて使うことができますよ、という感じですね。普通の鉛筆だと、ちょっとした補助軸っぽい感じの使い方もできるようなんていうことだそうです。ということで、えー、結構ね、かっこいいメタルの、えー、キャップとかも、えー、このブラックウィングに合わせたやつで売ってて、あ、こんなのもあんだな、なんて思いました。 えー、あとはですね、そうそう。なので、まあ、ここら辺はオリジナルのコーナーなんでいいか。あとは、売ってたものとかの棚とかだと、あとスタンプなんかも結構ちゃんと置いてあるんだよね。なので、えー、スタンプだったりとか、そんなのもあるし、もうね、棚見てると結構ね、時間を忘れる感じで長いこといられますよっていう感じです。えー、まあちょっとおしゃれな雑貨っぽいものとか、ね。 だったりします。えっ、ー、とー、結構あの、海外製の、ね、どっから仕入れてきたんだろうっていう感じの海外製の、えー、筆記具だったりとか、ちょっとあの、学習用の文房具だったりとか、変わったものも結構置いてあるんですけど、あとね、革製品もオリジナルがあるんだよなえっ、ー、と、これかどうかちょっとあれですけれども、 この辺にですね、えっと、端の方にですね、えっと、ジョッターとかですね、あの、旅はオリジナルのジョッターっていうのもあって、その辺もですね、かなりちょっと見どころだったりしますよ、という感じですね。ここら辺は多分既製品だと思いますけれども、そんな感じだったりします。うん。っていう感じですね。あとはまあ、最近だと、この辺とかね、粗塩踏線とかも各メーカーのものが揃ってたり、 そうですね。だから文房具もやっぱりテーマはテーマなので、えっ、ー、と、そう文線とあとこの各メーカーのですね、えー、まあ、絵が入ってるマスキングテープですね。えー、ここら辺も置いてあったりとか、あとメーカー系だとですね、この間あの女子博でちょっと話題になったあのトートバッグ、えー、ですね、えー、リバイバルのトートバッグということで、えー、各メーカーのですね、古い、えー、ロゴマークなんかが使われている、 まあ、あの、あれですね、キャンパスとかもそうですけど、あの、この、サンサブン具のですね、えまあ、像が踏んでも壊れないの像とかですね、シャチハタの昔のね、シャチハタが、あの、シャチの旗がついている、あの、昔のスタンプパッドであったりとか、まあ、そんな感じのですね、古い、えロゴが使われてるものもあったりするんで、まあ、ここら辺のトートバッグもいいかなと思います。って感じですね。あ、あと、あの、ここなんですけれども、あれですね、 こんな感じ。はい。よいしょ。えっ、ー、と、実は、ここ時々、まあ、なんか今、最近やってんのかどうなのかわかんないですけど、昔はあの、古典なんかも、えっ、ー、と、いろんなアーティストの人がやってたりとかしてたんですけども、えっ、ー、と、その文具の扉とかでも、あの、文房具100年、 100年文房具かの、えー、と連載をしていただいているタイミさんっていうですね、古い文房具のコレクターの方がいるんですけど、あの人は絵も描くんですけれども、その人の、えー、と絵がですね、飾ってある。これあの、まあ、あの、我慢のあの、あれですね、えー、とキャンバスは貼ってないあのボードに、えー、と直接もう描いてるんですよね。すごい素敵な絵が飾ってありますという感じですね。まあ、こんなのが飾ってあったりと 以前はね、これを、だから古典として、あの日、えっ、ー、と、展示してあったりとかしてた中の一つだと思うんですけれども、こんな風にして飾ってあったりします。という感じです。はい。レジもこんな感じね。なんかちょっと店主の人はですね、ちょっと顔出しはとかいうことでですね、ちょっと隠れてますけれども、えー、こんな感じのですね、素敵な、えー、地図やなんかが置いてあってということで雰囲気のあるお店です。 なので、まあちょっとね、旅グッズやなんかをちょっと探しに行ったりするにはいいのかななんて思ったりしますよということで、えー、今回ですね、まあ行って買ってきたものもちょっとついでに紹介っていう感じです。えー、まあそんな感じなんで、あんまりあれ、こう、いっぱいわかってないんですけれども、今回はですね、この、 ええと、その忘れ物に注意っていうかね、忘れ物ありませんかっていう、えオリジナルステッカーとですね、を買いましたよというのと、あとはですね、まあ、この辺からいこうかな。これあれですね、ええ、よいしょ。はい。ええと、これは袋なんですけど、これはまあ、200円ということで、あの、ちょっと面白かったんで買ってきましたけれども、よいしょ。 HB って書いてある袋なんですけどどうなってるかっていうとこう底のところがちゃんと六角になるようになっててここにですねえまあちょっとタオルとか何でもいいんですけども物を入れてですねまあここで入れると入れるとですね一応ちゃんとこう底が六角形になるようになってるんだよね六角形になるようになっていてこれをですねキュッて絞ると えーとですね、まあ不織布でできてる、まあ、そんなになんかこの,あの高級感があるわけではないんですが、まあ、こういうねちょっとえ物を入れて渡すのにいいかなということで、えー、はい不織布の、えー、でできた HB の鉛筆っていうね、えー、巾着、はい、っていうのがとあとですねあとは <laughs> えっとですねあとですね,あですねあのこの辺は あの、あれですね。よいしょ。はい。買ってきたもの。その3。はい。えー、これはですね。まあ、マスキングテープですね。マスキングテープなんですけど、これ中国製だそうです。えー、数学具っていうのと、小文具っていうのと、墨水瓶。これインクボトルっていうことですね。えー、墨水っていうのはインクの瓶。と、あとは、えちっちゃい文具と数学具っていうふうになってます。 ええとですね。まあ、メーカーはこんな感じになってて全然よくわかんないですけど、えー、ですね。えー、中国の半蔵っていうところで作られているものですね。はい。と、インフィール ME っていう会社なのかなですね。ええー、ダンク紙品。うん。ですね。ということで。暖かい空気。うん あれですけども、えグッドラック 4U って書いてありますね。で、マスキングテープなんですけども、まあ、あのこあの、和紙のののついてる帯なので、まあ、和紙テープっていうことですね。ということなんですが、まあ、中に入ってるやつ、まあ、せっかくなので、えー、柄ぐらいは、えー、お見せしましょうという感じですね。で、まあ、あこの柄なんですけども、あの、僕は、マスキングテープ、えーと、一応、あの、こう、いろいろ、まあ、 こう、もらったものとかですね、あと買ったものとかをですね、こうやって貼ったりするのを、こう、貼っておく場所とかも作ってあるんですけれども、これはあの、えっ、ー、と、ピョーっていうですね、あの、丸マンのバインダーですけども、この紙に貼っとく、貼っとくのが自分的には習わしになっているので、ここにこうやって貼っていきます。よっ。はい。こうやって貼っていくとですね、大体でもあれですね、これで一巡してますね。はい。 えー、よいしょ。はい。こんな感じですね。よ。で、これ数学具ですね。あと、小文具も言っときましょうかょ。なんか、だらだら今日はしてますけれども、ていか、いつもか、えー、してますが、えっ、ー、と、いつですね、あの、こんな感じでですね、行ってきたところも紹介しつつ、自分でなんかね、思い出しつつっていうことでですね、やってるので、あの、あんまり、こう、しぱっと行きませんが、 ゆっくりやってますけれども。はい、こんな感じです。はい。なんか絵が可愛くないですかなんかね、好きなんですよね。こういう感じのやつ。で、まあなんとなくですね、まあ何が元になってるのか分かるやつもありますよね。えー、どこのメーカーの何が元になってるのかが分かっちゃうようなものもある。なんか、リーンクリップだしね。あと、これどこだっけえっ、ー、と、これもよく見るタイプの、あの、修正テープですね。えー、です。 これなんかラミーですよね。とかいうのがなんとなく分かったりします。これオルファーかな。っていう感じですね。そんな感じの瓶になってます。で、この、牧水瓶ですね。この、インクボトルはさらによくわからこっちは、あの、こっち、ほら、二色印刷えっ、ー、と、カラーと黒の二色なんですけど、こっちフルカラーになってますね。よいしょ。フルカラーです。 で、インクボトルなんですけど、このインクボトルもどっかで見たことあるなぁ、みたいな各メーカーが分かっちゃうような感じのインクボトルになってます。かわいい。なので、まあ、ここら辺はあれですね。あの、ちょっと普段なんかに使ってあげるといい感じの、はい、えー、テープになってます。柄はかわいいということで、まあね、ちょっと買いすぎだろうっていう感じもしなくもないですが、えー、まあ、いろんなところで、えー、ちょっとしたことに、 使えそうだという風に思ってしまうから、つい買ってしまうっていうですね、えー、マスキングテープですけれども、ちょっと可愛いので、はい、買ってきました。あとですね、ちょっと、あマスキングテープもう一個だけ買ったんだ。これ、これ、これ。この、排泄な書類を汚さない貼って剥がせる要返却っていうですね、こう、マスキングテープを買ってきました。坂本さんなんだよね。 これが坂本だからパロディかと思ったらですね、結構ですね、実用品だったりします。ちょっと開けよう。はい、せっかくなので使っちゃいましょう。よいしょ。ね、あのー、まあ、いわゆる、あれですけど、僕結構、これはいるかなと思って買ってきたんですけど、あの、よう、よう返却なんですよ、これね。あの、これはですね、わりかし、僕、あの、テレビとか、 いろんなものにですね、えー、サンプルを貸し出しをするのはいいんですけれどもですね、何を貸したかっていうのとか、あとちゃんと返してよねっていうのは言っとかないとですね、本当は、あの、ずさんな現場はずさんなのでですね、案外ですね、あの、物が紛失したりすることが、 未だ怒ったりするんですね。なので気をつけなきゃいけないので、要返却。これはですね、あの、送るものに、えー、直接なり、えー、そのね、パッケージなりに貼っておいてですね、返してねっていうのを言っとかないといけない場合に。これちょっとね、あのー、まあ、ハンコだと直接押さなきゃいけないとなるとちょっとあれなんですけど、シールで貼っとくだけだったら結構いけるなぁということで、えこれはわりかし実用品として買ってきました。という感じですね。 はい。な感じで、中、ま、コレクションがちょっと増えてしまったよっていう感じです。はい。あとですね。えっ、ー、と、あと、ちょっとね、実用的なやつで、ちょっと変わったやつだとこれですね。はい。これがですね。えっ、ー、と、これ僕知らなかったんですよ。オートの、えっ、ー、と、シャープナーってやつなんですけれども、えー、これ。あのね、2ミ、mm、リ芯削り器って書いてあるんですよ。 で、なんかね、このね、先端がね、ちょっと変な形になんか絵が描いてあるんですけども。え、持ち運びで便利な、真鍮性2ミリの芯用のシャープナーで、って書いてありますと。芯を1ミリほど出して、シャープナーの、え、刃の中央に芯を入れて左右に回してくださいということですね。なので、えとっと、まあ、要は、芯ホルダーといえばですね、 こんな感じですね。ちょっと待ってね。よいしょ。はい。よいしょ。えっ、ー、と、芯ホルダーといえばこういうやつですけれども、まあ、今ちょっと、えー、尖ってない状態のを用意しましたけれども、これをですね、入れて1ミリほど出してってことだよね。1ミリほど出して、え、1ミリってほんのちょっとだよね。大丈夫なのかな。1ミリほど出してシャープナーの刃の中央に芯を入れてって書いてありますけど。 ま、あ芯これですね。これはあの、これがですね、えっと、な、なんですかね。これ、あの、見たことあるなと思ったらあれですよね。あの、補助軸とかと同じような、う、ネジなんですよ。だから多分、これ切り割り入れてない補助軸なんですよ、これ。ボディは。で、その中に、ここにですね、これすごい見づらいんであれですけども、中に、えっと、薄い鋼の板がですね、え、折り曲げた、 構造になっていて、これで刃になってるんですね。ということで、ここに入れてみましょうということです。うん。ここでいけるのかないや、これでもやっぱりちょっと出さないとダメだな。はい。えー、奥に入れてですね、ネジネジやると、こんな感じですね。奥に芯を入れて、こうやってねじねじやると、削れていきます。で、はいってやると、ほら、わかりますかね。よっと、ピンと合う。 はい、こんな感じです。ね、さっき全然とかってなかったのがこうやってなります。もうちょっと行きましょうか。真ん中に入れていくと、なんとなく当たる場所があるので、そこに当てて、こうやって削っていくと。はい。もうちょっとだな。はい。はい。これでも気持ちよく削れますね。はい。あ、いけた。はい。はい。えー、こんな感じです。 結構綺麗に尖る。ということで、ほら、こんな感じですね。に尖っているので、このぐらい尖らせられる。ということで、これでも、芯削り器、他にもはあるわけですけども、えっ、ー、と、ちょっと削り方としては特殊なんですけど、この中に入ってる刃がすごく変な形の刃なので、えー、特殊ですけれども、案外ちゃんとこうやって削れますよという感じですね。で、中芯、 え、どうなってんのかっていうと、よいしょ。え、もうこれとかでいいか。よいしょ。はい。えっと、紙をひっくり返しといてど、どうなってるかというと、研いだやつね。よいしょ。はい。研いだ芯はどうなってるかというと、こうやってやると、ほら。こうやって削ったやつが出てくるよということなので、さっき僕あの、試しに、あの、これ動画撮る前に一回やってるんで、それも入ってるんで、まあだいぶ入ってますけど、こんな感じですね。で、 ま、普段はこうやって締めておけるので、これ、ペンケースなんかにもちゃんと入るし、持ち運びができて、粉が落ちないで、鉛筆が、その、芯が削れるので、あの、芯ホルダー使ってる人にはいいかもしれないですね。はい。ということで、持ち運びのできる芯ホルダー、と、シャープナーということで、これちょっと良かったですね。値段432円ということで、400円の税込みですね。なんですけど、 もうちょっと、これは、あの、ま、旅屋じゃなくてもいいのかもしれませんが、ちょっと、あの、私的には、え、初めてこのお店で見つけたので買ってみましたっていうのが、ね。あともう一個買ったのはこれね。えっと、ガラスペンがあったので買ってきちゃいましたということで。あの、ガラスペンって、あの、こんな感じのイメージが多いじゃないですか、これ。ま、これあの、前から持ってるタイプのガラスペンなんですけども、 すごく綺麗に描けるし、いいんですけれども、もう全部ガラスでできてて、しかもなんかこのデリケートな感じが、なかなかね、家で使う分にはちょっといいんですけれども、えー、こうがちょっと、やっぱ外に持っていくにはちょっと、えっ、ー、と、ハードルが高いということでですね、こういうですね、これ割かし昔はね、大正時代とか普通に使われてたっぽい。大正ん ってるかなえっ、ー、と、あのそこら辺、タイミスさんのあれが、あれですけども、えー、記録なんかを見るとあれかもしれないですけども、えっ、ー、とですね、結構古くから日本では使われているこういうですねガラスペンがあるわけですけれども、えっ、ー、とー、まあ、インクに侵されないっていうところでいくとですね、鉄ペンよりも強いんですね。あのー、であと、インクがついても水洗いじゃーってすればあの綺麗になるので、 で、なんでこれが日本で昔は良かったか。昔事務用に結構疲れてたんですよ。こういう、なんですかね。えっと、本当にあの漫画のつけペンを使うような軸に、あの木でできた軸とか竹でできた軸に、こうやってガラスがついたやつっていうのは昔からあるんですよ。で、何が良かったかっていうと、牧場でも使えるんですよね。で、日本は最初あのー、ま、ああのー、 なんですかね。あの、インクが認めら、公式に認められるまで牧場じゃないとダメっていう時代があるんですけども、その時にも、えー、ちゃんと使えるペンなんですよね、これね。っていうことで、えっ、ー、と、牧場でもちゃんとかける、えー、実用的なペンとして、まあ今オシャレペンになっちゃってますけども、実用的なペンとして、このガラスペンがありましたよということなんで、そのガラスペン。で、えっ、ー、と、割りかしそれに近いようなペンで、今どこのメーカーなんだろう、これね。 ええと、私もちょっとあんまり知らないんですけれども、えー、そういうですね、えー、簡単なタイプのものがあったので、これいいなと思って、えー、まあ、ちょっとね、インクの色を試したいとか言ったときに、万年筆に入れちゃうと、またその後大変じゃないですか、洗浄とか。なんで、まあ、こういうのにピッてつけてあげると、えー、まあ、インクの、えー、お試しをするにはですね、えー、これで十分かけるよと。 ま、書き心地はですね、ま、あやっぱり、あの、これ安いやつなので、え、もちろんね、この高いやつは、やっぱね、さすがにね、ここのところのね、あの、紙に当たるところの、えっと、なんていうかね、この表面の丸みみたいなのが、細いんだけどすごく綺麗にできていて、全然ね、あの、引っかかる感がしないんですけれども、これがですね、ま、ちょっと今回の、え、これなんかは、まあ、 ここで600円ぐらいだったかな、えー、非常に安いので、そこはね、やっぱりね、安いなりっていうところはあるんですけれども、えー、とインクを試して描くにはもう十分っていう感じだったりします。で、まあ、これは、あのー、また色を変えて試したいと思ったときにはですね、まあ、水道でジャーってやってあげれば全然余裕なので、まあ、なんかインク交換会みたいな時ビビッと、はい、今水でちょっと洗いましたけど、これできれいになるので、 まあ、そういう時にはですね、あのー、まあ、汚さずにすぐ使えるっていうことで、まあ、いいかなと思いますよ、ということで。えー、まあ、これ、キャップがすごい、あのー、筆とかのキャップみたいなのが付いてるんで、ちょっと、ここだけなんか、他のに変えてもいいかなと思わなくもないですけど、これも十分ですね。えー、まあ、安くて軽くて、えー、安全なので、えー、こういう時には、まあ、あのー、 インクを試したりするのに、ちょっと便利かなということで、1本買っときましたということで、これなんか持ち運び用に使ってみたいなと思いますということで、今日は、えこの辺のものが買ったところだな、ということで、まあ、マスキングテープ各種と、あとはこのね、え2ミリの信用ですね、の、えこの削り器ですね。あと、えー、ガラスのペンと、あとこの辺かな、えー、ステッカーを買ってきましたよ、と。 いう感じですね。ということで、はい、えーと、あれ最初のやつがどっかに行っちゃったはい。えー、まあ、中野の駅から、えー、12分ということなので、えー、中野に行ったらですね、ブロードウェイに行ったりとか、いろんなところ行くのもあれですが、文、え、具、ー、好きはですね、ぜひこの、えー、旅屋にですね、足を運んでみていただければいいんじゃないのかなと思いますよ。ということでですね、 えー、素敵なお店旅屋の紹介でした。以上です。